赤目シワは、東大草か赤目シワ族の落葉高木。主に山野に生えており、春に出る若葉が紅色をしている。新芽が先行色であること、そして葉が柏のように大きくなることから命名された説もあるが、柏が生息していない地域では、この子の葉を柏の葉の代用として、柏餅を作ったことから赤目シワと呼ぶようになったとの説もある。地方によって、ご裁葉。 赤菓子はなどとも呼ばれている。古名はヒサギ。中国植物名は、のご堂という。日本の本州の岩手、秋田県以南、四国、九州、沖縄、国外のアジアでは、台湾、中国の南部に分布する。日本では虹林に多く、山の、平地、川の土手に自生し、山のの林園など明るいところによく生えている、典型的なパイオニア植物である。 団体から亜熱帯産の植物であるため寒さに弱く、日当たりを好み成長が早い。古来は熱帯性植物であり、落葉性を身につけることで温帯への進出を果たしたものとみられる。私有一種の落葉鉱木で樹高は顎から10メートルに達する。春に出る若葉は鮮やかな紅色をしており美しく、正常模様が密生する。葉は赤く長い葉平をつけて個成し、 形は菱形上乱円形。先端は、尖り浅国から散列する。三大葉脈があり、分岐点に先帯がある。裏に、黄色の剪点があって、アレが集まることもある。幹は、高褐色から、ハ灰色でやや赤みを帯びる。柿は初夏、枝先に本になって、白色の小さな花を、多数つけ、尾花には、黄色の薬が目立つ。 メバナジョは、オバナジョよりも小さく、花数が少ない。果実は、果てで、何針がある三角状変球形で、計8ミリメートルほどの大きさがあり、果女に多数つく。果実は、秋9から10月頃に褐色に熟すと、3から4列して3から4個の黒子色の種子を出す。種子はほぼ球形で、光沢がある黒色をしており、種皮は薄くて剥がれやすい。木の根は、 生命力が強く、シュートを生じて繁殖する。また、種子は高温にさらされると発芽しやすくなり、伐採や森林火災により、森林が破壊されると一気に繁殖する。組室、タンニンマロズ、サンマロチン酸が含まれている。材は柔らかく、床柱、下駄、新炭に用いる。日本薬局型に、記載の木薬で、樹皮は、のご道、葉は、 のご同様という。葉は夏に採取して水洗いし後に、天日乾燥させ、樹皮は秋に採取して、細かく刻んで乾燥させることにより、調整される。樹皮を煎じたものは、初期の胃海瘍十二指腸海瘍胃酸化多少に効果があるとされるほか、葉の乾燥品を風呂に入れて入浴すると、汗もに効能があるとされる。民間療法では、葉、樹皮後からを、 水500から 600cc で煎じて3回に分けて服用する用法が知られている。また果実のハ針は苦虫剤に用いる。若葉は食用となり、あえ物やおひたしとする。同族のものとしては八重山諸島以南に分布するウラジル赤目菓子はエムパニキアラタスがあり、外見は似ているが葉の裏が真っ白である。この種は東南アジアからオーストラリアにわたる分布を持つ。 またより北まで見られる、クスノハガシワ M フィリップンシスは、葉が硬くて細長く、毛も少ないため見た目はかなり違う印象である。また、沖縄には、ヤンバルアカメガシワメラノレピスマルティグランジェロザがある。一見は、アカメガシワに似るが、より大きく膜質の葉を持つ。果実の方をぶら下げる姿は独特。別属だが一見似た樹種にオーバベニガシワアルコーニア、デイビディがある。 中国原産の落葉低木で、若葉が先行色で美しく、庭木にされる。葉は、盲状の葉脈が目立つ。またこれと同族のアミギリエりロウユキアンシスが、南西諸島に自生する。ありがとうございます。